ワビーズみんながいつもに行くだよーでしょー。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、今日は皆さんからいただきましたワンピースの疑問にお答えさせていただければと思いまーす。ぜひ最後まで見ていってください。はい、それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いしまーす。毎週ワンピース最新話の動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、このコーナー定期的に X の方でですね、質問募集してますので、よかったら X のフォローお願いしまーす。はい、お願いしまーす。はい、そしたらここから最新話1123話のネタバレがありますので、まだ読まれてない方お気をつけください。はい、じゃあいきましょう。はい、では早速いきたいと思います。はい、レオさん。レオさん、ありがとうございます。はい、では杉さん、こんにちは。こんにちは。質問です。はい、ベガパンクはサンジに思いや命を託していますが、うん、サンジは何か世界について、うん、ワンピースについて等に気づいていると思いますか。麦わらの一味の中でも誰よりも優しく、頭の切れるサンジの言っているところが熱く感じます。また、うんうんうん、シーザー、ジャッジと同じ組織にいたベガパンクがサンジにいたの何かつながりを感じたのでしょうか。よろしくお願いします。はいはいはい、はい、という質問でございます。ありがとうございます、うん、なるほど、サンジとまあベガパンクの話ってことですかね、うん、確かにそうなんだよな。サンジに言ってんだよね。これなんでなんだろうなっていうのは確かにありますよね、うん、ルフィではなくサンジなんですよね、うん、まあ一応このタイミング的にサンジに言うしかなかったっていうのあるかもしれないですけどね、うん、まず一つ、まずこのエクエットのラボフェーズからその下のねファビリオフェーズに降りるときに、うん、あ、もうこれわし死ぬかもと、うんうん、ね、いや過去の自分からの手紙で、うん、己を信じて死んでくれって書いてあったわけじゃないですか、今週分かったこととして。なのでもうどっかでわしは死ぬで、そしたら何かが起こるってなったら、もうこれ今かもってなったわけですよね、うんこれ下にキザルもいる、サターン星もいる、これ今かもしれないってなった時に、その場にいた一味が、まあ、サンジとフランキーという状況だったので、うん、でまあその中で一応サンジが隣に座ってたんでね、うんうん、一応サンジに伝えたっていうのがまず一個はありそうですよね、うんうん、で一応サンジもねもう両翼ですから、うん、麦わらの一味のね、うん、懸賞金はナンバーフォーなんですけど、ジンベイの方が上なんですけど、うん、一応両翼としてゾロサンジっていうのはやっぱルフィを支えている存在ですから、まあその言うたら副キャプテンじゃないけどね、副キャプテン一応いないんだけど、一応その立場的にはやっぱルフィの両翼という立場ですから、うん、まあ、そこがベガパンクの話を聞くっていうのは、まあ、一応筋は通ってますもんね、一味としても、うん、本来であれば多分ルフィに言いたいんだろうなとは思うけどね、うん、ただまあタイミングがなかったんでしょう、うん、うんうんうん、なのでまずサンジ、まあ両翼としてそれを担ったんじゃないかなっていうところがまず一つと、うん、あと確かにやっぱサンジっていうのは科学つながりで重要なポジションではありますよね、うん、まあサンジっていうのはそれこそね、もうベガパンクの元同僚ジャッジ、マッツに所属していたジャッジの血縁であると、うん、ジャッジからしたらまあ落とし入れたいベガパンクですよね、うん、ずっとナンバーワンだったベガパンクに勝てなかったわけですから、でそのベガパンクから確かに託されたっていう部分もありますからね、うんうん、で確かにサンジはエッグエッド来たらあの衣装がアロハだったんですよね、うん、未来服じゃなかったんですよ、うん、これもなんかちょっとなんかあんのかなとか思って実は気にはしてるんですよね、うん、ただ普通に未来服着るとレイドスーツみたいな感じでややこいからっていうのがあるかもしれないですけどね、うん、なんか科学の服をサンジが着ちゃうとややこいからっていう理由でアロハ、ジンベイもアロハみたいなことかもしれないんですけど、そうサンジは確かにアロハ着てるんですよね、うん、だからその科学って意味で確かにエッグエッドの中でも重要なキャラクターではありますよね、サンジっていうのがね、うん、まあ科学に翻弄された人生ではありますから、サンジも、うん、もともとね兄弟たちはそれがね原因で一時とかにね幼少期はいじめられてたわけですから、うん、で科学をもとにいろんな思いをしてきたキャラではあるよね、うん、だからその科学でいろいろ大変なことがあったキャラに科学のもう最高峰の人物、天才が世界の未来を託すっていう、うん、なんだかこの科学つながりも確かに感じる部分はありますよね、うん、でまあもしかしたらねこの後、まあサンジが他のセリフも聞いてるかもしれないしね、この続きがあるかもしれないから、うん、うん、それを聞いた上で腑に落ちないなベガパンクと、まあ今泣き殻になってしまったベガパンクに対してこう会話はしてますもんね、うん、なかなか珍しいですよね、亡くなったキャラに対してこの会話をしているっていうのがね、うん、まあ事実上まだ亡くなってはないんだけどね、またそれがややこいんだけどね、まだ脳は生きてるから、実質ベガパンクの人格はあのパンクレコーズ脳内にまあ戻ってるっていう状況だとは思うんですよね、一応ね、なのでまあとりあえずタイミング的にはやっぱサンジに言うしかなかったっていうのがまあ一番だとはやっぱ思いますね。なんかもしかしたら深い理由があるかもしれないんですけど、現状今週読んだ段階だと特にはないのかなとは思っちゃうけどな、
まあまだこの後続きがあるんだとしたらね、また来週もしかしたら冒頭から描かれるかもしれないから、うんうんうん、またちょっと待ちかもしれないですねこれもね、うんうんうん、はい、うん、ジャッジの息子ってのは知ってんのかな、うん、あ、知ってんじゃない、まあ、手配書一回ビンスモクサンジラで出てるから、あ、そっかそっか、うん、多分、うんうんうん、そういった会話はしてなかったかもしれないけど、うんうん、ちょっと抜けてたらごめんなさい、うんうんうん、まあ出てるからね、うん、うん、まあ、多分ジャッジの息子にかけるっていう意味合いではないと思うんだよな、うん、特に、うん、じゃあなんとなくそこにいたからだね、うん、まあタイミング的にもやっぱそうだよな、多分な、うん、いろいろ麦わらの一味に対していろいろ思うことがあって、もともとね、うんうん、でそしたら奇跡的なタイミングで来て、でそんでニカで、でやっぱ親友がかけていた男ですから、クマがね、うん、彼こそヒーローだと思うと言ってたんだけどね、いろいろ重なったからこそ、まあ、麦わらの一味なんだろうなっていう、うんうんうん、でルフィはあの場でもういなかったから、うんうん、あの時はもうあの戦ってたからね、うんうんうん、ちょっと待ちですね、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。はい、ミルリュウさん。ミルリュウさん、ありがとう。高谷さん、こんにちは。こんにちは。じゃあ、今週のサブタイトルが空白の2週間でしたが、うん、もしかして空白の100年とは100年分の世界中の人々の記憶を消したってことなんでしょうか、ほう、という質問でございます。はいはいはい、なるほどなるほど、はいはいはい。あー、そういうことか。なるほどね。いや、ありえますよね、そういうこともね。うん、いや確かにいろいろ考えるとありえてきそうですよね、うん、まあ、ちょっと一旦整理すると、うん、まず今週のタイトル空白の2週間っていうのが、うん、まあ、ベガパンクの記憶を2週間自身が消していたと、だからこそ記憶がなかったよと、そういったことが描かれました、うん、であえてこれ空白のってつけられてるんですよね、確かにね、うん、でこれを仮に空白の100年にも同じ状況を当てはめるんだとしたら、うん、確かに空白の100年とは人々の記憶から消し去られてるわけですからね、全て、うんうん、で明らかに後世に残されてないわけですよね、その情報っていうのが、うん、でしかも世界政府はそれを研究することを禁じているし、うん、ってなった時にやっぱ世界政府にとって不都合な歴史を人々の記憶から消したから後世に残ってない、めっちゃありえますよね、うん、でしかもベガパンクがこの今回使った記憶を消す装置って、うん、基本的にベガパンクはやっぱ過去の技術を自身の今この技術力で再現してるわけですよね、うんうん、つまりはこの記憶質量実験の部屋にあったようなこの記憶を消すような機械が当時あって、うん、それをベガパンクが再現したんだとしたら過去にもそういったことができるってことですもんね、うん、エッグヘッドと同じように、うんうん、エッグヘッドみたいな未来の島が当時あったとしたら、うんうん、いやありえますよね、うん、もちろんそれじゃあどういった機械なんだとかわかんないですけどね、世界中でどういった機できるんだとかわかんないけど、うん、もしかしたらそれがワンピースかもしれないしね、やばね、ワンピース手に入れてなんか使ったらその記憶すらどうのこうのみたいなこともありえるじゃないですか、うん、あるいは古代兵器がそうとかね、古代兵器ならそういった機能があるとかね、うん、うん、もう完全に妄想ですけど、妄想ですけど、うん、まあながちなくもないですよね、うん、あえてしかもこれ空白の2週間ってつけられてるしね、今週、うんうんうん、うん、この空白のっていうワードはもうパワーありますもんね、ワンピースの中で、うん、超重要な空白の100年と同じワードですからね、うんうんうん、ってなった時にもしかすると当時の世界政府は不都合な記憶を人々から消すみたいなことをねやってもおかしくないですもんね、うん、うんうんうん、まああとはまあ普通にその今のところね判明してる事実で言うと、うん、一応その100年で 200m 海面上昇してるんですよ、うん、だから 200m も海面上昇しちゃったらもう全部が海の下にあるから、うん、もう書物やら、うん、要はもう言うたらそこに沈んでいってしまう、亡くなっていってしまう人々もいるわけですよね、うんうん、だから必然的にその受け継ぐ人が減ったっていうのはまず今のところ事実としてはありますからね、うんうん、で多分その昔っていうのは海賊がいないわけですから、うん、ジョイボーイが初めて海賊って言われたわけで、海を冒険していく、海を渡っていくみたいな技術は多分当時そんななかったと思うんですよ、うん、だからこそうわ海が上がっていったらどうするんだ、生きれない生きれない、多分船もないんじゃないかなそんなにって思うんですよね、うん、僕、うんうん、海賊がいないわけですから、うんうん、だから大陸だったしね、そもそも過去っていうのはね、うんうん、大陸があってその大陸の上で多分人々は行き来してたわけだから、海を渡って行き来するみたいな文化がなかったんじゃないかな、うんうん、だからこそその海がどんどん上昇してったらもう人々はもうそれって船なかったらあれ死しかないじゃないですか、うん、マジででちょっとね高い当時の山の部分になんとかね人々はこう行ければいいですけど、うんうん
ね、山の上に行けないね、その海辺の人とかね、みんなやられちゃうわけですから、うん、ルシアを1個消しただけで1メートル上がったわけですから、うん、200メートルだからね、多分一気に10とか上がることもあったんじゃないかなってやっぱ思うんだよな、ダダ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 ダンってね、いろんな島やりまくったら一気に10メートル上がるじゃないですか、うん、で一気に10上がったらだって無理じゃん、うん、避難しようがないもんな、マジで、うん、10メートルってやばいからね、やばいでしょ、マジで、うん、普通にだってもう 2,3 メートルでもやばいのに、うん、それが200メートルですから、うん、うん、やっぱそういうことを考えると、そもそも過去に残す隙すらなかったっていうね、うん、っていうので、山人々の記憶から薄れている、うん、なぜなら物も人も海の底に沈んでいるからっていうのが今のところ明らかになっていることでありますからね、うん、うん、まあ、それプラスでなんかそういったね、空白の100年が生まれた理由がね、この今回記憶を消したような装置がこれのめっちゃ大型なものとかがね、はいはい、当時作られていたんだとしたら、うん、それもありえますもんね、うん、なおさら消えるしね、うん、だからこそポーネグリフに残すしかなかったっていう、絶対消せない、うん、壊されない石に刻むしかなかったっていうね、うん、それも確かにありえそうですよね、うん、うん、めっちゃつながるかもな、確かに、うん、面白いですね、うん、ありえると思います、うん、はい、でも人々の記憶を消すみたいなさ、うん、なったらさ、メモメモとかさ、うん、全世界にバーって使うみたいなね、うん、覚醒者がいたみたいなパターンとかね、いや全然あるよ、メモメモもめっちゃ重要そうだもんね、うん、今プリンが三つ目族で重要そうだけど、実はその三つ目族とメモメモが重要みたいなね、そうそうそう、なんかね、うん、ありえるよな、目開いたらねバーンってなるとかさ、なるとか、うん、あとはなんかわかんないけど、メモメモとね、うん、ミスターファイブのね、鼻くそ飛ばしをちょっとなんかこう、うん、掛け合わせたら遠隔でね、人の記憶にも入り込めるみたいな、そういう合わせ技とかね、その鼻くそに触れてしまった人は、うん、そう、記憶が書き換えられるの、そう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 、そしたら広範囲できるから、広範囲、うん、そしたら広範囲できるからあ、広範囲、うん全世界中の人みたいな鼻くそを飛ばすそうそうそう、わかんない、俺が頭が硬いのかわかんないですけど、うん、どうやんのその方が大変だよ、鼻くそなんなら手で触ってった方が早そうだよ、なんならちょっとだけだよ、なんかちょっと10メートルぐらいせめて、そう、もしかしたら悪魔の実と悪魔の実なんか合わせるっていう技術があったかもしれないっていう、ちょっと今のね妄想ですけども、はい、それ鼻くそと合わせてるんですよ、それそうです、悪魔の実じゃないんですよ、鼻くそはボムボムなんで、うん、やっぱもしかしたら鼻クソは能力じゃないんですよ、合わせる技術があったかもしれない、これはあくまでね、セクスクソクソの実じゃないんですよ、あの人食ってんのわかんない、クソクソの実の能力者じゃないんですよ、はい、ミスターファイブは、まあ、そういう可能性もあるんじゃないかなと思いますね、はい、はい、ミスターファイブが食べたら最強の悪魔の実選手権やってます、見てくださいはい、見てください、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次の質問いきたいと思います、はい、アズパールのパパさん、ありがとうございます、アズパールのパパさん、とりあえずこんにちは、こんにちは、いつも楽しい動画の配信ありがとうございます、ありがとうございます、あ、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます、はい、質問です、はい、保管されたベガパンクの巨大な頭の前で、うん、ベガパンクたちが何をもって死とするかという会話をしましたが、うん、ステラは死んで放送が始まった後もその頭は存在していましたよね、うん、ということは、うん、のみのみのみの能力は転生されずにまだベガパンクのどこかに宿っており、ステラ自身は生きているということになるでしょうか、はいはい、ご意見いただきたいです、はいはい、という質問でございます、はいはい、ありがとうございます、はい、いや本当にそうなんですよね、ベガパンクの死ってむずすぎるんですよね、うん、この人人と違いすぎて、うんうん、もうなんか死を凌駕してる存在じゃないですか、実際なんかこれってね、うんうん、普通脳だけ切り離されたら死ぬからそう、ね、まずまず、うん、そもそも脳を頭から外したら死ぬのよ、うん、でも生きてんのよこの人、うん、もうその時点で、まあ、この人死んでんだか生きてんだか分かんないじゃないですか、うん、まずそもそもその科学力とはいえさ、どういうことよそれっていうね、うん、一応血も流れてたからね、キザルにやられたりした時とかは、うん、血は出てたんで生物としてはまだ生きてはいるんですよね、だからステラも、うんうんうん、ただステラ自体この肉体が死んだ時には別にのみのみのみはなくなってないんですよ、脳みそこのデカさのままだったから、はい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 、つまり脳としては生きてるんですよね、ベガパンクはね、うん、それをじゃあ生きてるのか死んでんのかって言われたら分かんないもう、うん、まあ一応生きてるってことですよね、のみのみのみがなくなってないということは、うん、ベガパンクがまだこの世にいるっていうことですから、うん、つまり脳としてベガパンクは存在している、実在しているわけですよ、うん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 、でそこと交信できるヨークは生きてるわけですよね、うん、ややこいんだけど、ヨークも人造人間ですから言うたら、うん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 、
でそれはベガパンクなのかって言われたらベガパンクなんだけどベガパンクじゃないんだけどみたいな、なんかもうめっちゃ複雑なんですよね。だからこの人の生きてるか死んでるかってね、うん、ただまあ僕的には、うん、ベガパンクの人格は多分なくなったら脳内に戻るとは思うんですよね、うん、てかまあそうじゃないですか、我々のこの人格とかって要は脳でその発信されたものがこう具現化されてるじゃないですか、うん、だからそのベガパンクたちもそうですよね。正しいという感情がまあ人造人間のこの釈迦としてこう世の中に出力されてるわけですよ、言うたら、うんうんうん、だからステラも要はステラという本人っていう人格がこのね肉体として外にいたんだけど、今はそれがないだけであって脳内にはいますよね、うん、これは間違いないですよね、うんうん、だからもう一度ステラが作られれば、そこにパンクレコーズからの電波を発信してそれを受け取ればステラはまた蘇りますよね、うん、ああ脳内にいたかのみたいな、また戻ってきたわいみたいなね、うんうんうん、全然ありえるじゃないですか、うん、そもそもがだってサテライトたちってそうですからね、そもそも一人の人格がこうアウトプットされてるだけだから6体に、うんうんうん、だからステラ自体はもう一回肉体さえあれば出てきますよね、うん、だからあと変な話、口だけあれば別に会話ができると思うんですよこれ、うんうん、ベガパンクならできそうじゃないですか、その口だけできるそのなんか機械みたいなのがあればね、そもそも6体作れてんだから人を、うんうんうん、クローン技術もあるしね、うんうん、だからそのクローン技術された例えばステラがいるんだとしたら、そこにねもう一回アクセスできれば全然復活ってことにはなりますからね、脳さえあれば、うんね、口だけでもいいし、うん、それかあのおならで会話ができる金ヤモンみたいな感じだったらお尻だけでもいいから、うん、金ヤモンみたいに会話ができれば別にアウトプットできますもんね、うん、できればね、うん、ベガパンクも金ヤモンと同じ特技があるんだとしたら、うんうんまあ、だから最悪口さえあれば俺ベガパンク復活するとは思ってますね、だから、うん、ってことですよね、でも本来、うんうんうん、で一応今回ベガパンクステラは死んだっていうのは、このステラという個体自体は、うん、まあ死を迎えました。実際もこれもうサイボーグじゃないですかあれって、うんね、元は人間だけど脳はこれサイボーグなわけですよね、ここがないアンテナなわけですから、うんうんうん、でそれでも生きていけるようにこう改造してるから、多分ベガパンク自身はサイボーグですもんね、うんうんだからもう一回復活は全然ありえるとは思うんだよな、うん、まあただ現にね要はリリスがいますから、リリスは麦わらの一味と今行動を共にすることになりましたからね、うん、そうなった時に多分リリスがまあベガパンクとして生きていくってなった時に、リリスがベガパンクステラのこの出力できるような機械を作れれば全然復活するんじゃないかなと思うよな、うん、で世界政府ね一応パンクレコーズは壊せないですからね、これパンクレコーズを壊してしまうとそれはもう事実上ベガパンクの完全なる死になってしまうので、うん、ヨークも死んでしまうとなると、マザーフレームがもう作れなくなってしまう、うん、なのでヨークはずっと生かしておきたいってなった時にパンクレコーズは多分ずっと壊さないと思うんですよね、うん、用済みにならない限り、ヨークがもうマザーフレーム作り終わってもうイム様こんだけありゃいいわみたいになっちゃったらもう用済みになって消されちゃうかもしれないけど、うんうん、そうするまではベガパンク復活の可能性はあるんじゃないかなと思いますね、うん、うんうんって感じじゃないかな、うん、なのでベガパンクはもう口だけかお尻だけで復活する説、うん、はいね、あれ金ヤモンしかやんないからねあれね。ゴザブーって言ってさ。難しいんでこれね。人は何かみたいな ね。人は何かだよな。でもあれじゃないですかね、うん、みんながさ生きてると思えばさ心の中で生きてるんじゃないんですかね。急にそのなんかほっこりタイプ、うん、ほっこりタイプの話になったすごい急に、うん、いやそれはそうよ。それはみんなそう、コラさんもそうだし、うん、ヒルクもそうだし、うん、ベルメールもそう、うんうん、ちょいちょいそういう話じゃない今そのほっこりの方じゃないです、あいつの話じゃないよ、うん、でも俺ら生きていくんだあいつの意思を継いで、うん、じゃないです、うん、違うそっちの話の質問じゃないでしょ今あ違うんですかね、みんなのここに生きてるぜじゃないですよそういう話してないですよ、あ違うそれはもうもちろんだ上、それはベガパンクの意思はみんな世界中に今もう伝わったから、ベガパンクに救われた人たちもいるから、うん、それみんなここにねベガパンクいるって分かってるんだけど、うん、違う違うそこじゃない、その話してないの、そこじゃないですね、そうそこじゃないですそこじゃないです、あ、そうですか、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあ次質問いきたいと思います。はい、チャンネルたらこさん、チャンネルたらこさん、ありがとうございます、ありがとうございます。高橋さん、こんにちは、はい、こんにちは、質問です。はい、現在五老星は全員撤退、うん、パスターコール組の海兵はジョイボーイの覇王色で全員気絶していますが、その中で S スネークは無事でした、うん、はいはい、そうなると現在の現状はベガパンクに戻っているのでしょうか、うん、それともまだサタン星たちのままなんでしょうか、うん、という質問でございます。
はいはいはい、サタン星だと思います、うん、サタン星がまだ島にいるので、うん、一応サタン星が意見順位としては一番上ですもんね、うんうんうん、五老星が一番上で、一応五老星の4人はね強制送還されたんですけど、うん、一応そのサタン星自身は船で来てますから、で今そのサタン星がもうあのエメテの目の前にいますからね、あの前回の話で書いてありますね、うんうん、なのでサタン星だと思います。でまあ気になるのはこの S スネークですよね。うん、 S スネークはこの覇気で倒れてないんですよ、うんうん、なんでだろうね。うん、いやこれは気になるんだよね、うん、まあ、いくつかこれ可能性があると思っていて、うん、いや そもそも覇気で倒れないぐらい強い、うん、それは全然あるし、逆にそのパシフィスタとかは覇気で倒せない説ね、うん、あの気で倒せないみたいな、あの例えばドラゴンボールでいう人造人間みたいな、なんか気が特殊じゃんあれって、あ気を感じないみたいなやつね、うん、うん、でそもそもだってこの覇気って威圧だから、うん、威圧で気絶するとかだから、うん、だからもう完全なるこのクローンとかその人造人間に関しては、うんうん、なんかそのそもそも覇気では関係なしに倒れないみたいなね。なるほど。であるいは今回この敵意を感じなかったってドリーが言ってたわけですよね。つまりルフィサイドは一切誰にも効果が効いてないわけですよ、うんうん、でこれもすごい重要だなと思ってて、うん、いや海軍を敵とみなされてたわけだよね、うん、だからこれがエメと判断なのか、それともジョイボーイの当時の敵か味方かの判断なのか、うん、これによってまた全然変わるじゃん、うん、海軍っていうのは世界政府側ですから、世界政府についてるやつにはこの覇気が届くように仕込んでたのかとか、いろいろ気になる部分があるんですけど、まあ仮にジョイボーイ判定だとしたら、その敵味方が、うん、当時の味方、当時の敵に基づくこの覇気の使用方法だとしたら、ルナーリア族の血が流れているセラフィムが倒れてないっていうのは結構重要だと思うんですよね。ルナーリア族っていうのはおそらくですけど D の王国側じゃないですか、おそらくね。まだ確定ではないけど、うん、まあ、ジョイボーイ伝説があったりだとか、うん、あとはねマリージョアの、上にね多分住んでたからね、レッドラインの上に住んでたけど、多分そこを追いやられてますから、うん、結果世界政府と敵対してるであろう種族ですからね、うん、なのでそのジョイボーイ的にもルナーリアが味方だから、ルナーリアには覇気が効かないみたいにしてたとしたら、うん、ルナーリア族の血が流れてるセラフィムには今回効かなかったとか、うん、うん、だからこれいろんなパターンありますよね、うんうん、セラフィムが倒れてないっていうのが、うんうん、まだちょっとここは明確にはね何とも言えないんですけど、うん、あとこのあれがバブルボール、うんうん、バブルボールっていうのが能力をね、あの遮断する力ですから、海の力があるから、うん、で一応海のその海楼石に触れてる時ルフィも覇気使えなかったんで、うん、もしかすると海の力がその覇気も凌駕する可能性もありますから、うんうんうん、だとしたらこのバブルボールが覇気を弾いたっていうパターンね、うんもうこれいろんなパターン場合分けがあると思います。だからこれに関しては、うん、うん、ちょっとまだ謎ですね。だからね、うん、セラフィムに対して覇王色で気絶させるみたいな描写がそもそもないんで、パシフィスタに対してもないですよね、うんうんうん、ちょっとまだ情報が少ないかなと思うんですけど、やっぱ気になる部分ですよね、うんうん、ちょっと今後待ちかな、ここもね、うん、はい、うん、確かに。じゃあシャンクスとかもコントロールできるのかね、うん、シャンクスはコントロールできるよ。あ、できるのか。そもそもルフィもできる。だからみんなあの覇王色は無意識の人はできないけど、うん、鍛錬すればこの人には覇王色で威圧する、うん、この人は威圧しないとかが選べますから。あ、そうか。じゃあそう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 、使える人はめっちゃ強いってことだな。そうですそうです、うん、だからジョイボーイもそれをやってるんだけど、この800年越しでどうやってやんのっていう、やっぱ気になるよね。うん、なるほど、確かにね。そうだ、これエメと判断に準ずるのか、その覇気がね、うん、でもエメとの覇気じゃないから、うん、ちょっと謎なんだよね、これ。ここすごい謎。謎だね、確かに。うん、だから縄の技術なのか、ジョイボーイの技術なのか、エメトのものなのか、うん、うん、ここはまだまだちょっと気になる部分あるね。確かにね、なんとなくやっぱ分かってたのかな、うん、ジョイボーイが、うん、敵はこいつらだろうってなんとなく分かってたんじゃない、なんとなく。いや違う、なんとなくでも当てらんないのよ、800年後のこの状況は。なんとなくで、未来予知すぎるから、ジョイボーイが。え ?800 年、そこまで未来予知できてんの、逆に。そうそうそう。むちゃんこすごいや、ジョイボーイ何者なんで、いよいよってなるから。もっと。もっとなるから。わかるんじゃないかな。800年後、海軍がいて、うん、セルフムがいて、うん、ルフィたちがいて、うん、ドリゴロギいて、って。うん、そう。未来読めすぎだって。読めすぎてる、それは。読んでないじゃないかな。やば。うん、やばいね、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ワンピースって楽しいね。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。来週ありますから、来週も楽しんでいきましょう、うん、はい、次も見てください。明日も楽しみ、またね。ジョイボーイやば。うん、なんとなく分かってたと思うんだよな。だからお願いお願いします。じゃあ